はい、皆様こんばんは、ニュージーです。空港グランドスタッフが4社目の出航、フライト激減でコスメショップ定員、それでも前を向く日々。新型コロナウイルスの感染拡大によってかつてない苦境に陥ったのが航空業界。減るフライトに長引く出航、それでも懸命に一日一日働く航空業界の人たちの今を取材した。フライトが減ったし、自宅学習の日も。3月中頃の早朝、伊丹空港入りした近藤のぞみさん。国内線で働くキャビンアテンダントは CA さんで、所属先 ANA ウィングスに入社して6年目。6年、この日は3月に入って4度目の乗務で、同僚たちと会うのも久しぶり。出社する機会もすごく減ってきた時期があったので、こうやって出社して人と話す時間ができるのはすごく今ありがたい。あれですかね、フライトがないんか、まあ、減ったんか。きついね。やっぱコロナウイルスの影響どこにでも行ってますよね、本当。ウイルス怖っ。すいません。国内線は少しずつ回復傾向にあるというが、それでも近藤さんたちのフライト時間はコロナ前の3分の2程度に減った。近藤さんは空いた時間で会社が提供する語学や接客対応などの学習プログラムを自宅で受けてきた。この日のフライトは伊丹仙台間の往復。新型コロナの感染拡大で機内サービスはゴーグルや手袋をつけて行うが当たり前。そうなりますよね。トイレも乗客が利用するたびに触れる部分を入念に消毒。大変ですね。マスクをつけているので CA の声が届きにくかったりとか、顔を近づけるわけにもいかない。苦戦する。マスクをしていると口元が見えない。目元からの笑顔をしっかり伝える。お客様の安心感やあったかさにつなげたい。今思い返せばすごくフライト期間がなかったので寂しい気持ちはあったんですけど、必ず航空業界は需要があると思ってます。お客様が戻ってこられることを楽しみにフライトしています。出社よ、出航4社目、何のために働く、それでも前を。一方、出航という形で本来の空の仕事から離れざるを得ない人も多くいる。関西空港の対岸にあるリンクプレミアムアウトレットの子にコスメショップで働く吉村花さん。国際線の地上業務を担うスイスポートジャパンの社員、入社5年。もともとは関空で手荷物と受け取り業務などを行うグランドスタッフとして働いていた。吉村花さん、高校卒業して留学に行ったんですけど、ニュージーランドの韓国に行きました。海外のお客様と英語とか語学力を生かしてお話できるのも楽しかった。関西空港の国際線旅客数はコロナ前と比べると 99% 減少。めちゃめちゃ減ってるね。スイスポートが取り扱うフライトも週100便以上から2便まで激減。今まで通りの勤務が難しくなり、スイスポートでは約3割の社員が出向、休業を余儀なくされている人もいる。吉村さんも2021年1月から出向している。出向は4社目。そこならピッキング作業とコールセンターと大型スーパーのレジアシスタントを経て今です。私が今どこで何のために働いているのかわからないという時期が辛かったです。スイスポートでは出向中の社員に毎週天気マークでメンタルの状態を上司に知らせるシステムを導入。
出向先がマッチしているかどうかや社員の気持ちの変化に対応している。はあ、大変ですね。スイスポートジャパン人事企画部宮下部長。会社としては社員の雇用を守るということもあるが、働く環境を提供することも会社として非常に重要な使命。出向先にいても問題があれば弊社の上長がケアをさせていただくということで、社員皆さんの負担を極力減らしたいという思いで進めています。最初は悩んでいたという吉村さんだが、時間が経つにつれ考え方が変わってきた。出向しなかった、できなかった、経験できなかった仕事、一番が出会えなかった人が本当に多いと思ったのと、まあまあそうだね、他者の中を見ることができたのは本当に良かったと思います。スイスポートにも行かせていけたらという点が多くあった。持って帰りたい、コロナの影響を直に受けている空の仕事、いつか再び訪れる人々が自由に行き来できる日に向けて、今だからこそできる出会いと経験を積み重ねている。コロナってもうしばらく続くでしょう。これコロナ来るな。